こんにちは、龍崎翔子です。記事を読んでいただいて本当にありがとうございました。最近すごく思うのは、本当に人は一人が生きていけないなって思うことが多くて、もちろん私もなんかもっとこうできるなみたいな思ったりとか、なんかこの人のこういうところは本当すごいなって思うことがすごいたくさんあるんですけれど、自分の強みだったり弱みだったり、あるいは他の人のすごいところ、真似したいところだったりとかをよく知ることで、チームとして一緒になんか仕事をしていくことができるのが、群れをなすことができるのが、人間のすごいところだなっていうふうに思うので、これから会社を始めようとする人だったりとか、あるいはそういう夢ある人を支えようと思っている人は、ぜひそのことをよく知って、一緒に夢を追いかけることができたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、私たちとなんかバイブスが合うなっていう人がもしいれば、ぜひお問い合わせください。それではこれからも頑張っていきましょう。ありがとうございます。